皆さん待たせたな。だよな、痩せ方じゃねえよな、俺普通だよな。え、俺普通じゃない、痩せ。あ、両チ戻そう。両チ痩せ方だろ俺。マジかよ。顔、これ決めるの絶対大変だ。俺の骨格、ちょっと待て待て待て、これまず肌から決めよう。肌の色、色白だな俺は。ルルルルルル。4かな、4か。口ひげはなし、顎ひげもなし、色 OK。 髪の毛、いや髪の毛は、おい髪はこれだろ俺。おい髪の毛、ちょっと待って、真剣に決めよう。俺襟足短めかで、ちょっとそう、これ一旦ちょっと待って、これ真剣にやんなきゃいけないから。でこれをだよな、もうちょっとな、顔全体の骨格を。あれ俺今1番だったんだっけ。4番いいんじゃねえの。あ、4番っぽいじゃん。4番だな俺、顔全体の上下。あー、なるほどなるほどなるほど。うまいこと合わせたいね。こんぐらいか、大きさちょっと大きくするか。あ、顔全体の大きさ、余白は意外とない。俺頭はでかいけど、パーツ顔全体の横幅別にねえよな、あんまりな。なんで顔全体ってさ、これ中のパーツだけくり抜いた考えなんだよ。これ難しいぞ、作るの。こうやって感覚を狭める。まあ、ちょっとずつちょっとずつ似てきてはいる。で、目のタイプを、目の位置の前後、これまさか。そういうことなんだ、彫りの深さ。で、俺って彫り深い、俺彫り深くないよな、醤油顔だよな。普通ぐらい、こんぐらいか。じゃあ普通でいいや。あー、これ目のタイプが難しい。絶対頬を変えたら変わる。頬、エラのあれ、俺エラ貼ってねえよな別に。普通、いやだったらこれ辺で削って、普通、まあ、エラ普通、頬の膨らみで。これでも頬張りじゃなくてただのデブだぞ。逆に、あ、逆にちょっと細らせて、あ、なるほど、逆にちょっと痩せさせて、逆にちょっと痩せさせて、でエラもねえんだよ俺、あまりにもなさすぎると微妙だから。鼻がちげえな、口もちげえ。輪郭 OK だな、輪郭は OK。 目、眉毛、口はニヤッとしてないな、ニコって。俺といえばやっぱ笑顔じゃん。プロスピの時の顔のグラ、ありがとう。あ、そっか、それ見りゃいいんだ。ルールルルルルル。まあ似てる、似てるね、こっちの方が似てるな俺な。これ似てるじゃん。似てるな、こ
こいつをちょっと活かしつつやっていかなきゃいけない。何がやっぱ釣り目だな俺の特徴って言ったら待て、鼻からやっていこう。鼻を正面向かして俺結構鼻筋通ってるよね、ピッつって。細めの鼻、高めで通ってるよな。なんかでもプロテーゼみたいな鼻になっちまうね。あ、でもこれか、7番。11位。これさ、もう鼻一つで人間ってこんなに変わっちゃうのか。人じゃねえだろこれ。鼻一つでよこんなに変わって。俺小鼻もっとちっちゃいな。若干鼻、俺鼻ぼら見えてるいつも。ちょっと待ってね、こんぐらいか、やや普通だな。で鼻の大きさは結構シュッとしてる。で鼻の位置は こんぐらいか。で鼻の高さをああで普通にして、あ、ちょっと似てきた、あ、ちょっと似てきた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 な俺に。で口だよ問題は。口さ、もうちょっとさ細い感じに。鼻これでいいな。15。口の前後を下げる。いいよなこういうやつ。よかった俺こういうやつじゃなくてアデノイドじゃなくてよかったマジで。俺シュッとしてるよな、横顔素敵だもんな俺。シュッと口の上下、あこれだ見た。だったらもうちょい大きくしたい。すげえモテそう、すげえモテそう。俺どんぐれだろうな。なんかちげえな。7番。若干鼻ちっちゃいね。もうちょい団子っぱなこれ。なんでこれしゃくれてんのこんな。俺こんなしゃくれてねえよ。やばい、ハイパーアデノイド作ってみたい。一回、あ、ハイパーアデノイドだこれ。正面から見たらかっこいいのに実況者みてえだな。俺の横顔見習えよバカどもが。ハトじゃん、ハトなあ、ハトじゃん、ハトで、あ、で、え、顎の広さ、顎は俺結構シュッとしてるね。ちょっと顎長めにして面長を演出しよっか。パーツでかくして、パーツ全体的に下げ人間の顔ってこんな変わる。あ、これじゃない、これどうよ、こんぐらいのバランスじゃない、バランス的には、バランス的にはこんぐらいだろ。こんぐらいで、で、じゃあ4対3にしてみる。いいよ全然。ちょっと待ってな、俺はそのままに。全然ちげえ、見え方が全然ちげえ。どうよこれ、4-3でしょ。
あだか俺っぽい、あだか、ちょっと待って、かっけえ、めちゃくちゃかっこいい、ちょっと待って待ってて、そんでちょっと、おもながすぎない、おもながすぎ、うちとしや、ちょっと待って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 、こいつを順序上に移動して、さあこうなってくると、うわなんか見づら、すげえ変わった、ちょっと顔が長すぎる、顔が長すぎるよ、顔が長すぎる、ちょっと待って、取り返し、取り返しのつかないことになってる、違う、顔の大きさ、顔の大きさ、ちょっとちっちゃくして、真剣に作る、いや待てよ、この圧を、待てよ、わかった、もう分かった、もう全開でやるわ、この俺の画面を透過させるわもうここまで来たらもう全力でやるわ、こいつを透過させて、ねえねえ OBS で投下できなかったっけ、絶対できたはず、うわどうやって投下させるんだっけ、どうやって投下させるんだっけよし、いや薄すぎ、薄すぎ、薄すぎ、70、いや60、待って50かな、よし、これでこれでよりよりクオリティの高いよし、今からよりクオリティの高い加藤純一を作るぞ、頭のサイズを合わせたいから、お、でもなんか口とか目のバランスはぴったりだ、おい、ちょっと待って、口とか目のバランスぴったりだね、あと何が足りてない、俺の方が顔が細いのか、目ぴったりじゃね、目ぴったり合うんだけど、目違う、目ぴったり合ってない、俺の方が顔がちっちゃいんだ、ってことは骨格をちょっと変えてみるか、細い骨格ないの、細い骨格、これのね、この顔写真の俺すげえかっこよくないね、この顔写真の俺、おい、これ潜在にしようぜ、ちょっと あれしてあげて、誰か加藤純一かっこいい疑惑みたいな感じで、めちゃめちゃかっこよくないこれ、顔ももちろん細くしたいな、まあこれかで、ぴったり合うところがあるはず、これか、ここだな、で大きさは？間違いないと。いやだったら、違う、拡大させて輪郭から合わせなきゃダメだ。これが俺の、これこれが俺のこれに合わせていこう。は、俺じゃねえかよこれ。おい。俺じゃんもう、俺じゃんこれなあ、俺じゃん普通に、加藤純一出来上がってんじゃん、ぴったり合うところここか、顔全体はやっぱこんぐらいだよな、あ意外と俺、あこうなんだ、そんでそれで、ちょっと待って待って待って、目の位置を、目の位置を、ちょっと待って、目の位置を下げて、おい、できるぞ、これ、俺が。すげえやりやすい、すげえ作りやすい、目の角度は。俺こんなブスじゃねえ、俺もっとかっこいいぞ生で見たら、なんでこんなに
デフォルメされたらブスになるの。瞳の色だって一番しっくりくるのこれだぜ俺にな。おい、ほらこら俺さ、あれかもしれない、俺今まで勘違いしたかもしれない。だって俺さ、これだと、これだとまんまじゃん、俺こんなブスだったの。だってこれぴったし合ってないな。ねえ、これぴったし合ってない俺に。どうみんな俺これが真相かよ。加藤純一の真相かよ、これが。だってさ、みんな違和感全くなくない？ぴったり合ってるでしょ。ボロが出たんだけど、今日で最悪マジで。イケメンキャラで売ってたのに完全にボロが出た。俺の実態これなのかよ。あと口だな。口はちょっと、ちょっと待って、笑えない、あれが。もうちょい、あれ俺さ、ゲームの世界に迷い込んだこれなんだけど。どうみんな、寸分の狂いもなくない？寸分の狂いもなく作ったらこうなっちゃうんだけど。俺モブキャラじゃん。ぴったしじゃねえか。目が違う。でも形合わせたらこれなんだけど。あー、なるほどな。もう顔出しできねえよ俺。おい、ショベルキャッチって顎こんなに出てねえだろ俺。極端すぎねえか、なんか。すごくない、この相方ぴったしじゃない？ねえ、寸分の狂いもないんだけど。まあでも目釣りすぎ？いや、目ぴったりじゃない？あ、若干釣りすぎか。ってことは、あ、なんとなく、ああ、いや、いいね。いや、口はもうこれが限界なんだよ。口もこれ限界なの。こんぐらいじゃねえか。あー、なんか、まあ、なんで全体的にこのさ、あの、喋る的な感じなの。まあ、耳は別に、なんでもいいや、11番でいいよ。ちょっと鼻高くするか。横顔もかっこく、かっこくなりだよな。ああ、口と顎を下げる。あ、確かに。じゃあ口をのこれをちょっと下げて、でかつ顎のこれを、あっ、あ、俺じゃない、俺出てきた。いいね。頬も出てるね、いい感じに。あ、いいじゃん。なんか口ちょっとニヤッとしすぎじゃね？ニヤニヤすんなよ。顎もうちょっとシャープだね。顎もうちょっとシャープ。顎の広さを削って、えら、だいぶ似てきたぞ。エラの上下、
なんでこれ。なんでこのひょっこりひょうたん島みたいな。普通でいいよ、普通で。普通がいい。なんか、なんでこんなグリーってなっちゃってんの。頬の膨らみ意味ないから、逆に頬の膨らみなくした方が俺似てるんじゃないかっていう疑惑もあったけど、そうは違う、そうはいかないらしい。エラをこれで、おお、なんかちょっと待って、写真の俺笑ってるんだよな。まあでもこれぐらいが限界かな。すげえモブキャラ。ちょっと待って、おい、このキャラメイク1時間やってるらしい。もうこれしよう、これで、これ以外ないわ。そんでやばいことなる。フレーシーのゲームだから仕方ない、これ以上ちょっと。あ、でもさ、ね、これで見ると似てるわ。で、これで見ると俺似てない。このさ、左下のさ、このあれで見ると体型ってこれぐらいしか決めらんねえのかな。普通だと思うんだけど、細身か。プロフィールはこれでよろしいでしょうか。加藤純一選手が持っている素質は素晴らしいものがありますが、まだプロに入るは鍛え方が足りません。この時期に効果的な練習を指示して入団までに立派なプロ選手として鍛え上げましょう。はい、これね、